なんかキャラープレイとかさ、なんか未処置キャラーいっぱい表示されると思うねんけど、昔のキャラほとんど持ってないって言っても過言ではないぐらいおらん。よろしく。相手、翔帝誰やろう。翔帝その子やったら手なんで行くか。あ、<laughs> ミスったな、完全に。俺はもうダイブするか。ロブでオッケー よいしょ、耐えたよ。で、SS がひげんくる。おお思フたんとちゃう。さあ、こっからどうするか。相手もう0と3000やねんな。まあ、お互いに SS のたまり具合はそんな変わらんから、大丈夫やと信じてる。うわ嘘みたいにたまってる。<laughs> 完全に交代時でやられた。よいしょ。よいしょ。スマッシュで決めるんかなさすがに決まらへんよな。 うわ、うまっ。<laughs> えぐすまされた。まあまあ、2失点ぐらいでまだなんとかなると信じてるよ。普通あれ、歌えへん。相手でなんかあれかな。機内に対して別のキャラ使ってくる感じなんかな。別にそういうわけじゃなかったっぽい。いやー謎、謎ダイブしたわ、今。いらん,いらんことした。ん <laughs> ちゃうこのボレー。 これで返して、いや、スペシャルは温存すよこれで。いや、どうしようかな。まあ、やっぱりジャストとか s s ケじゃない。これで俺が SS 打てるはず。ドカーンしてからの。じゃあ、打つタイミングミスったスペシャル。今打つべきやってんな、ほんまは。s s ジ。返した。 で、私はもうバリアがなくなりましたと。<laughs> えらいこっちゃやん。もうバリアあれへんの。よいしょ。で、一回スペシャルで後ろ下げて、で、これでレフコスって。アイテも多分レフコススってるよね。単周でミュウエ深海をな、遅いなあなんか強いからなどんな感じに強化されるかが怖いけど。アイい、でも止まったかなわからん。あ、止まってるわ、今。よし、来い。 いやまたスマッシュで決められる <laughs> よいしょ会えたねやばいやめてそんな <laughs> 無意味すぎる特にそんなに得点力もないボレーをだいぶでしてしまったやばいってスペシャルレイるあえてこっち <laughs> 別に決まらんかったあえてこっちはでセースたまったかなロブって やばい、切り取ったこれ撃って多分スペシャル売ってるんやな相手 <laughs> お互いあっいけーからのいや俺服スも持ってるからこれは天気みたいマジでドカン五点五5.5周年からかアナザーテレシアからなるほどね相手はもうすぐ SS を撃つ危なっ やばい、俺の、だいぶがなくなってしまった。いや、これまたスマッシュで決められるって。<laughs> うまい人のスマッシュバカみたいに角度つくからな。いやー。ア初めてか今、レフコース撮った。なんか初めて来た気がする。でも今、警戒するべきやったな、絶対。50秒後ね、覚えとこう。よいしょ。これで、うわ、ジャストでロブ打つなと、俺。え、せずげで減ってまわやろ。よいしょ。相手もう一節撮ってんの うわ、でかこれはでかいぞ。だって、ああレシーブやったらスペシャル、しょっぱなから打てたけど。さすがにそれはできなかったようだ。あ、これ決まったんじゃねうわ、そんな取り方あり <laughs> やられた。切り取った。うわ、もうない。SS 回転率割る。あえて、今、だいぶ、結構でかくね。取れない。 <laughs> 普通に取れんよしここで <laughs> さあどうすんのかそこでちゃうキャラ出てくる SSO にするってことかやめてくれよドン自へっ自縛りはかけれてるからね俺のレフコスのなんか復活するスピード速ないまあ、こんなもんか50秒って書いてあるかな極限でご利用し1点取ってくる感じかなあーじゃあ見られ期間あるからかいけスペシャル はい。<laughs> いいよ。で、ここで、俺がバイスを出して、あの、自動返球に頼る。はい、神。で、勝ちでしょ、これ。く <laughs> そマジかよ俺、こっから、え、でも全然バイスラーうわ、ドリンク来た。これは神に勝てと言われている気がする。あ、ドリンクの方にボレーしちゃった。バカなんですか、私は。よいしょ。あ、ボレーで会うとかちゃ悲しいから、それだけは避けていきたいよね。はい、SS 来ると思ってました。 で、極限の飛ばせるタイミングはほぼ同時やからそんなに気にしなくてもいいはず危なっへへへへの危なかったよいや通りたかった分かってたのになマジやってるわこれはセレクションチケットは1000枚用意で超えてるマジすげえそれ <laughs> くそう。極限いけオッケーねダリンク立って俺のが有利よ今 さあ、相手はどうするか私はティナ出せるよ。私レシーブなんでね。あなるほどね。じゃあ俺もティナ出そう。ただ相手の方が SS 溜まってるんかい。えへへ。こないせずには解けるやんね。うわ、う、う嘘や千里眼ドリンク取得時のやつ反映されてなかった。ま、あ、されへんねんけど、ドリンク取得時のやつは。ドリンク取ってんの見てなかったな。あ危な一回ロブって、予感して。 マイクもうスペシャルってくると思うんだよなぁ。来てこないな。温存してるのか。うわぁ <laughs> やらかしたこれはきついよ。よいしょ。6周年ミュウ、MVP ミュウ、3周年ミュウの編成作りたい。いいね、それ。どうしよっかなぁ。いや、俺、バイスって見るだけ持ってたかなぁ。俺、ブレスやった気がするなぁ。ブレスやなぁ。 そんななに出す意味はいいっていうやつねグッ <laughs> スペシャルそうや忘れてた相手ずっと打ってへんかったわガチでやってるこれはティナだなあもう打てるやん相手来い君の SS は絶対に取るぞさあ来いさあ来いさあ来いはい 相手スペシャルツコだばっかりやから、とりあえず1回打って、だいぶ使わせて。で、相手あと2打球。いや、もう来るスペシャル。オンザで飛んでくるから。これで引っ相手はもうスペシャル復活してるよ。さあ、どうするそのままやね、そらもちろんのことながらそのまま。で、SS がもうほとんど溜まってますと。これいいんじゃないくそ、決まってない。はイ、い、ボレで返す。やばいこれはラッキー。 で、俺は一番変化する方で打って、だいぶさせたんでかい。で、これ取る。スイス打てる。あえて普通にこっち打つ。うわ、でけ当てんじゃねこれ。さあ,あ、ここで相手でも相手ミラーケけかったからもうバイスこうへんよな。だから普通にティナミラーやね。おこれ相手だけバリアないのめっちゃ売りじゃね <laughs> 売ると思ってたよ、それは。危な瞬間移動の感覚で今、下フリックしてしまった謎に。これはもろた 危ねえ、今の。マジか <laughs>。悔しい。おい。君が SS 打てることは知ってるんだ。よいしょ。おい。これ普通に返す。ね、ドリンク取る。スペシャルはまだ温存。いや、相手もうスペシャル打てるんかな俳優取った。ナイス。で、ここでスマッシュク打ってからの、いや、これは普通にボレ。そう、今、相手血迷って、あの、だいぶするかなと思ってんだけどな、ボレ。でも、レフコスもあるから買ったわ、これ。はい、ありがとうございます。へへへへ。 普通に熱き戦いやってねこれはやったープラ46はいすご <laughs> すごだよこの長年の間 でまあ最後にギアだけ紹介すするとラケットにに関ししててはレフコスにしておりますまああのアテナ使ってる人も結構多いんですけどねなんかさっきの試合中の時にさバイスがフラットサーブってそっからミラーだけで SS フにしてくるっていうパターンあれが怖い人はアテナの方がいいんですけど意外と俺はなんとかなるパターンが多いのでレフコスを持たせていてかつスロットスキル3にね、まあ、返球時25%の確率で回復アイテム出すっていうやつまあこれと靴のスロットスキル3のドリンク3%パーであったりだとかあとまあさっきの試合の時は付き忘れていたんですけどこのドリンク取得時に、ね、に SS ゲージプラス5%のエンブレムも組み合わせてあげるとですね、まあ、バリアを長いこと貼ることができるんで是非こんなんにしていただけたらなと思いますあとまあこの靴に関してはねこのドリンク回復アイテム取得時に毒と SS ゲージダメージを10秒間無効化するっていうやつまあ、これをつけてあげればねこのティナミラーの時にジャスト打っても SS ゲージが減らないっていうものになっておりますんでまあ、これも結構強いかなと思いますあとまあこの子スペシャルでウィップショット打てるかなと思うんですけどまあその取り方に関してはサブチャンネルの方で今日出しますので是非そちらもね取り方がわからない 方見ていただけるといいんじゃないかなと思いますということでまた皆さんお会いしましょうバイバイ